はい、今日もですね、行政書士試験対策を始めていきます。今日もですね、民法を取り上げます。民法のですね、今回解除と登記についての、重要な論点ですね、お話をしていきます。連続してですね、この数日間民法を取り上げていっているんですけど、この6月、7月ですね、この時期、やはりこの民法ですね、きっちりマスターしておかないと、後になってですね、民法やはり理解と民法ですね、追いつかないようになってしまいますので、今の時期ですね、民法の方を注力することをお勧めいたします。このチャンネルは私が行政書士試験に合格した経験に基づいて勉強方法などお伝えをしていますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではですね、早速始めていきます。今回ですね、この解除と登記ということで、これもですね、解除前、それから解除後におけるこの第三者ですね、ここがですね、試験で出るポイントとなりますので、ぜひチェックしていただければと思います。で、今回はですね、この解除前ですね、契約を解除する前に、契約を解除する前の第三者についてご説明をします。ここにですね、関係図をちょっと記載しています。まずですね、この A と B がいて、売買契約をこう結んだわけなんですね。なんですけど、B がですね、代金を A に支払いをこうしなかったということで、A はですね、契約の解除ができますね。ですので、A は契約の解除をするんですけど、この解除をする前にですね、この B が第三者である C ですね。ここで第三者が出てきますけど、第三者の C に対して、転売ですね、A から買い受けた物、買い受けたものをですね、この C に売っていたと事案になっています。ですので、ポイントはですね、この契約を解除する前に B は C に対して、売買をしていたということです。で、この時に、この A ですね、その所有権を C に対して、第三者の C に対して、主張できるのかっていうところがですね、押さえるべきポイントになります。こちらですね、どのようになるのかというのが、こちらに記載していますが、もうわかりやすくですね、一番わかりやすく、ここを覚えるポイントとしては、この第三者の C が、登記がしているか、していないか、ここだけで、A がですね、所有権を主張できるかできないかが、決まります。まずですね、この第三者の C に登記がある場合ですね、登記が C にあると、A はですね、もう C に対して、この所有権というのは主張をできません。主張できないですね。逆にですね、この第三者の C に登記がない場合ですね、C は登記をしていないということになれば、A はですね、C に対して所有権を主張できます。ですので、ポイントは、この第三者に登記があるかないか、ここをですね、しっかりと押さえましょう。で、注意点一つお伝えしますと、この第三者 C に登記がない場合は、A は C に所有権を主張できますが、その時に A には特にですね、登記がなくても、A に登記がなくても、C に登記がなければ、A はですね、所有権を主張できます。ここがですね、少し混乱しがちなところですので、しっかりとですね、整理していてください。押さえるべきポイントとしてはですね、まず最初に第三者に登記があるかないか、ここを見ればですね、この解除前の第三者のケースの時は答えが出てきますので、しっかりとですね、整理していただければと思います。それでは本日はですね、以上とさせていただきます。今後もですね、行政書士試験に必要な勉強方法などお伝えをしていきますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それではまた。